こんにちは、ゆっくり桜です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ワン、ツー、スリー、フォー。ゆっくりしていってね。残すところあと2日、明日は千秋楽なんだぜ。2敗が正代と大栄翔、2人の予想通りです。大栄翔いけいけい。正代今日は照ノ富士。勝率 54.5、過去11回対戦。バイオ相撲オンライン力士名鑑。大栄翔は玉鷲に勝率 42.9、過去14回対戦。バイオ相撲オンライン力士名鑑。こんだけ宣伝したら間違いないんだぜ。14日目になると優勝までもうちょっとだね。幕下はまさかの9人決定戦。相撲大好きさんが土俵下が3つって言ってましたね。9人は多いんだぜ、野球か。3段目は荻野浜さんが優勝です。おめでとう。正代はやや得意な照ノ富士と、大栄翔はやや苦手な玉鷲。二人とも2敗を守るか、どちらか負けるか、あるいは両方負けるか、3敗はいませんからね。この大関関脇対決はとっても重要です。千秋楽は大関同士だからな。重要は剣翔関ですかね。裏立ち4敗にもまだチャンスあるんだぜ。あるね。個人的には13日目の結びの軍配がつぼったんだぜ。回し打ちは、一つボケが増えたよ。縦用事って本当に大変そうですね。湘南桜さんも改名して不退転の決意で、望んだ初場所でしたが、0敗8で終えました。今は自身2度目の83連敗中ということだね。連敗止めるところが見たいね。春場所の湘南桜さんから目が離せません。最重で出の引きの取り組み見たいんだぜ。それな、画面は過去の正代、照ノ富士時間いっぱいです。今日の取り組みの予想に役立つんだぜ。捕まえたら照ノ富士かな。立ち合いどうなるかよね。照ノ富士は変化もないことないんだぜ。そう言われれば、どうなるんだろうね。大栄翔優勝のためには照ノ富士頑張ってほしいぜ。そうよね、優勝に直結する取り組みよね。今日明日は絶対ドラマが生まれますよね。ちょっと一回この取り組み見ようぜ。そうだね。照ノ富士大きいですね。手足も長いよね。おそらくパワーでは無双なんだぜ。各言う、照ノ富士、時の芯がパワー最強かな。軍配返ってますよ、し。見るんだぜ。黙って見るよ。静かに見るんだぜ。静かにね。うっさいな、心の声。心の声聞こえたんだぜ。聞こえたねー。うっさいな、2回目、心の声。うどんとそばどっちが好き。うどん、ってそれは今はいいでしょ。そば。心の声。私はラーメンが一番なんだぜ。成り立っていない。立ち合いだけにね。正代いい。おお。負けたんだぜ。この形だと正代よね。さてさて今日はどうなりますかな。今日は照ノ富士だぜ、心の声。今日も正代よ、心の声。もう心の声も必要ないじゃん、心の声。明日で終わっちゃうなんて早いよね。中日を過ぎると早いんですよね。予想なんかの後半は早く感じるんだぜ。あるある？人生もそうなんですかね。小さい時は時間長く感じたね。確かに小さい時は一日永遠か、って感じだったぜ。時が見える。え、何か言った？母親がピアノ下の姿が、ガキが作成、わら。あ、二郎さん。二郎さんってとっても癒されますよね。癒されるんだぜ。それでは今日はこの辺で、歯磨けよ。風呂入れよ。なんだっけ？どすこい。ご視聴ありがとうございました。